たオーディション合格者パチパチキャンディーで富士急ハイランドに行こう。さあ、いよいよ2日目を迎えましたが、ついにやってきました、富士急ハイランド。イベント終了時の各メンバーのポイントランキングによってメンバーへの個別得点が振り分けられているので、昨日に引き続きましてそちらも随時行っていきたいと思います。色とかで黒、はい、グレーで白っていう風に、まあ、フレーバーじゃないですけど分けさせていただいてっていう形にしてもらいました、うん、なんかすごい暑そうな人が1人いて12位の得点だよね、うん、暑い今日は暑いかなと思ってダウンにさせていただきました。服装変わってない方もいるんですけど、昨日はイベント審査のだったかな。そうそう、1日目はイベント審査の時で、今日は合宿審査の時、最終審査のしてきました。はい、そんなわけで、普段見れないね、メンバーのまあ私服かな、ポコチーズも私服なんであれ、まだ見てるでしょ。楽しんでいただければなと思います。それではまず第9位ミアの得点から始めたいと思います。髪の毛おかしい人もいてましたよ。髪の毛おかしい人あれ何した
そらなるよ。多分もう乗るたび乗るたびに多分こうなると思う。続いて第5位のカノンへの得点。一緒に乗ってよ。バイバイ。
乗ってたんですよ、ここにいるんですよ、あのさとこちゃんっていう空でできた友達と一緒に。もうあの人たち全員嫌いなんで、本当にこのことを2人で楽しみたいと思いますね。ねどんなの買ってきてくれたかちょっと見せて見せて。じゃあちょっと紹介しますね、うん、みんなのイメージに選んだんだけど、うん、例えばサーヤだったらサーヤエンド。おいいねいいねいいね。まあ、さっきは人参。あーいいね。リーダーはね、どう、そう360度のデッキを目指してるから。何気になるで。すごい、頑張ってください。ありがとう。またこんな感じで、うん、いっぱい買ってきてくれました。合わせて買ってきました、うん、みんなでじゃあ待ち時間食べたいと思います。本当に嫌でした。ずっと嫌でした。ほぼ食べちゃったけどね。
やり方が分かんないメンバー多数。終わっちゃったんだけど。でもひまわりちゃんがすごい。はい、というわけで1位の白のね、乗りたいのがてんてこまいだったということで乗ったんだけど、ひまちゃんすごかったね。すごかった、すごかったよ。45回回ったということで。すごい、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 すごい。どうだった、どうだった。怖かったゲーム。もえちゃん、はい、すごい乗りたかったんだよね。そう、乗りたかったんですよ。すっごい久しぶりに乗って、うん、多分みんなもメルヘンな気持ちを取り戻したと思うし、じゃ今日ずっとねみんな忙しくたくさん乗り物乗ったんで、うんうん、ちょっといい休憩になったんじゃないかなと思います。そうだね、すごい、あのすごい楽しかった、うん、和やかな気持ちになった。みんな子供の頃の気持ち取り戻したと思います。大事です。はい、女王様の買い出しに命令されてしまいまして、ありがとうございます。女王様シロ、ちゃんとお使いしてきたでー。食べてよー。ちょっともうみんな、せーので渡して。はい、いくよ。え、ちょっと待って。せーの。そしてお土産開けてみる？あ、確かに。いいね、うんうん、じゃあ開けます。富士急っていう富士急だね。練習頑張ります、これで。ここは何ですか？ここは夢の国。なんとこの千里迷宮に一人で入らなきゃいけない。マジ？無理。本当に一人なんですよ。カメラマンさんもいない。せめてね、そう、一緒にね。なんですけど、ちょっと一人で一人ずつね頑張って行ってきたいと思います。今戦列迷宮の方にモカちゃんとコッコが行っているということで、待ち時間私たちすることないので私の特定の待ち時間を大切にしないゲームをしていきたいと思います。そのお題は私のカノンのいいところを言っていっていただきたいと思います。イエーイ、イエーイ。はにゃ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 、うるさい。帰ろうかな。意外といいやつ。髪が長くて綺麗。焼肉焼いてくれる。エクボが可愛い。肌が綺麗。目がバカでかい。料理うまい。眉毛の形。コップが開いたら何でもついてくれる。口、え、ギャップ萌え。正直なところ、メッシュが似合う。え、私、え、美人。スタイルがいい。とても優しい。足が綺麗。抽象的。足がツルツル。セーフ。じゃあ爪がツルツル。可愛い。爪が綺麗。顔がちっちゃい。なんかやってくれる。
面倒見がいい。白のアイライン似合う。地元愛が強い。髪の毛サラサラ。お酒が大好き。大阪弁がめっちゃうまい。関西弁がかわいい。目がキラキラ。口がいい。悪い。いい。めっちゃ口がいい。なんでやねんっていうくだりやったんやけど、いっぱい はい、そろそろ時間なんですけど、もかちゃんがもうすぐ戻ってくると思うんですけど、どうですかね。どうかな、戻ってくるかな。本当に無理。魂が抜けてる。長すぎ。そうなんだ。終わりが見えなさすぎて。なんか、もかちゃんがどうやって帰ってくるか予想しようみたいな。やってたの。ごめんね、期待にそらない。泣けなくてごめん。そう、大人だから我慢したよね。グッとこらえた。素晴らしい。今日のね、富士急ハイランド2日目ツアーもここで終了となります。みんなすごい楽しかったね。こうやってね、来れたのも本当にあの皆さんにイベントで応援していただいたからなので、とってもとっても嬉しいし、超楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ミヤに締めてもらおうかな。以上をもちまして、第88回パチパチキングの富士急ハイランドと河口湖の旅を終わりにします。皆さんありがとうございました。めっちゃくないですか。なんかちゃんと富士急やし、私たち乗った乗り物も乗ってるんで、え、めっちゃくないですか。しかも、1位らしいですよ。これはやっぱ買わない感じがするんで、これをプレゼント、1位さんにします。あ、自分自身もめっちゃ美味しそうやなと思って、これを夏先生にプレゼントしてくれます。せいくんさん、食べてくださいね。楽しみにしてます。私もたくさん選ばないといけないので、ちょっと頑張ります。やってたって言ったらすごい喜んでた方にあげよう。これで戦ってもらう。